はい、えー、お疲れ様でございます。バイナンスの CEO が FTX 破綻に際して、業界復興基金を立ち上げて、なんとかね、業界のこの暗号資産業界の乱れを統率しようとしております。まあ、これによってですね、また大きな権限をこの CZ さんが得ることになると思いますけども、もしかしたらもう暗号通貨業界のドンと言いますかね、 こののの人が唯一無二の存在になっているのかもしれませんよね、まあ、そこに対してまたねこういう呼びかけをしますから、まあ、反対する人はいないでしょうねただ余剰資金をその業界復興基金に入れるかどうかってのはちょっと疑問ですよね結局この CZ さんがおいしい思いをするだけですからねそしてツイートでこういうことも言っております、えー、バイナンスの CEO である CZ 氏はツイートでバイナンスはそうでなければ強いが 流動性危機にあるプロジェクトを支援するためにファンドを立ち上げるというふうなことです。このファンドに対してお金を集めましょうということを呼びかけているのは CZ さんですよね。えー、彼は、えー、的確なプロジェクトの申請を歓迎し、投資家がファンドに貢献するための扉を開いたとありますけども、結局俺の作ったファンドに金を入れろってことですよね。とにかく CZ さんのもとには世界中のこういったお金が集まってくる流れっていうのが完全に出来上がっちゃいました。そして今回の FTX 騒動におきましても、 やっぱりね、一番優位に立つのがこの CZ さんですよね。えー、バイナンスは え、流動性の危機に直面している仮想通貨プロジェクトを支援するための新しいものを立ち上げるというふうに繰り返し述べられています。こういうふうに言ってますね。FTX の連載的な悪影響をさらに軽減するために、バイナンスは業界回復基金を設立し、そうでなければ強力であるが流動性危機にあるプロジェクトを支援していくと。詳細は近日公開予定ということなんでまだわかりませんけども、そもそもですね、この CZ さんが FTX のこのトークン、FTT を売却するっていうツイートをしたからこそ、ここが 破綻の引き金となったとっいうところもありますただ、FTX がインチキなことをやっていたのが、この FTT の売却に際して、バレそうになって、そして取引騒ぎ、そして、この急転直下の事態になったことを言えば、まあ、CZ さんはね、FTT を追い込める、そして多くの個人投資家さんの資産をもう台無しにするために、 これをやってしまったんじゃないかなとも見られるわけですよねなんもともとが中国共産党の指導を受けている人ですから結局は中国一強の体制を暗号通貨においてこれで作ってしまったということにもなるかもしれませんそして今度の業界復興基金が完成するともうこれは打ち崩すことは不可能な大きな まあもともと日本がねこの立場を取れるはずだったんですけどもチンタラやってる間にこんなことになってしまいましたまあやっぱりね怖いですよねまあでもこれによってもう暗号通貨ってものは完全に終わったんではないかなと思いますねこの CZ さんが完全に中央集権になってしまったということなんですよこれではね暗号通貨の持ち味は全く生かせないと思います皆さんどのようにお感じでしょうか